はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験関連ですね。親の話を聞かない幼児教室です。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、今年は特になんですが、今まではね、1年ぐらいゆとりを持ってずっと長く年長さんが在籍したということが多いんですけど、今年はその特別な講座がありますよね。小学校受験対策講座とかいろいろ利用する方がいたので、はい、珍しくそのこの8月とか9月の段階になって外部の幼児教室から移ってきましたよとか、外部の幼児教室と併用して利用している方が、たくさんいらっしゃいます。まあ、そのおかげといってはなんですが、他の教室でどんな、感じで子どもとかお子様と先生が、または親御さんと先生が関わっているかということを聞くことができます。で、幼児教室によってはなかなかその先生と親御さんが話をすることが難しいというところも多いようですね。そうなんですね、うん、私もびっくりしたんですけれども、まあでもそもそもね、まあ、親の話を聞かないっていうわけ、うちが前にもう亡くなっちゃったんですけど、言ってたところは親の話を聞かないっていうわけじゃないんですけれども、でも私もすごく聞きづらかったっていうか、確かに聞くのには勇気がいったかなっていう。やっぱり偉い先生みたいな雰囲気がある。まあそれはありましたね。さすがの私でもね、なんか子供をどうしたらいいかってね、まあ、自分にもそういうビジョンがなかなか持てないから、うん、それだけにこれを相談したいなんてなかなかできないですし、先生の方から言ってくれればそうかなって思ったりもするんですけれども、でもあるところなんかやっぱりもうパッと授業が終わっちゃったら先生がいなくなっちゃって、でもすぐ次の、あの時間の生徒の準備をするって、これじゃ全然話は聞いてもらえないですよね。だから多くの幼児教室は本当に親が孤独な戦いをしているんじゃないかと思います、うんうん、だからなんかちっちゃい悩みがあってもそれ解消しないまま次に行くと、で新しい悩みが出てくるっていうと蓄積されてっちゃいますよね。そうなんです。だからね、こういう幼児教室に、まあ、通ってる方々ってもう別にちっちゃい悩み、まあちっちゃい悩みもあるんですけれども、うん、そういうちっちゃい悩みから、あ、実は私の悩んでることは大きなことだったんだっていうことが分かることがあるんですよ。ありますね。本当にちっちゃな悩みなんで、うん、でもね、でも聞いてみれば、ね、そうなんです。そういうのをやっぱり気軽に話したり話題にしたりすれば、うん、あ、実はこれってそういうことにつながったんだっていうことって結構あるんですよね。まあ、そういう実例を思い出せと言われてもあまりにも多くて自分の中にはあまり覚えてないんですけどでもやっぱりカウンセリングと一緒で聞いていくうちに、どんどんその問題の根本はここにあったんだって言って、結果その子どもの成績が良くなったりとかね、あの親御さんがすごい安心感を持ったりとか、いろいろありますよね、うん、そうなんですね、うん、まあ、今ちょっと思い出したのはね、ブロックアートってすごい細かいものを見て、こう赤とか緑とかってこう絵に合わせて置いていく作業があったんですよ。細かいパズルみたいな、ね、細かいパズルがね、でもだいたい皆さんこうできてるんですよ、はい、で全くねずれちゃったりとか置けなかったっていうこと、今まであまりなかったんですね。そうですね、一目瞭然ですからね。そうなんです。ところが、ね、あるお子さんが来て、そのブラックアートって、ブロックアートっていうのが、うん、ともかく90分ぐらいやっても一向にそれが埋まらないっていう成績がついたんですよね、はい、僕が担当したんですけど、さすがにおかしいから、最初はねぼーっとしてるのかなとか思ってね、こうよし根比べだとか思ってねずっと付き合ってたんですけど、さすがにこの時間はかからないだろうっていうぐらい長時間やってたんですね。ずれちゃうんですよね、段が。それでおかしいなおかしいなと思ってたんだけど、それでじゃあできマスが見えないのかと思ってちょっと拡大はしてあげたんですけども、お手本ももう2倍以上にして、ね、2倍以上にしてたら、まあ前よりは置けるんですけどね、それでもちょっと、ね、ちょっとなんかおかしいなと思ってたところで、あまりにもふっとその前にうちにいた生徒の例を思い出したんですよね、うん、それこそちょっとうちにお泊まりしてて、私が面接さんに行かなくちゃいけなくてちょっと連れてったんですよ、はいはいはい、その子、そしたらなんかその子がたまたま
パッと受付からね顔出したんですよ。でそこはねうちの呉服店の眼科の場所だったので、とてもよく知ってるところで、私はね、でもその子供はそんなに知ってるわけじゃなかったんですけど、パッとあれした瞬間に、あ、この子は近くが見えないかもしれないって、そこのおばあちゃまに、目の凝らし方とかで分かった、いや、なんか目見ただけで分かったみたいなんですよ。すごいな。でそして帰りにびっくりしてね、そうおっしゃったんで、帰りがけにその子にね、駐車場についてね、この近くの文字、近くの絵見えるとかで、ちょっと見えないかな、あらーみたいなね、そういうことがあったんですよ。それでもう受験何ヶ月か前だ、1ヶ月今ぐらいだったかもしれない。それでよく考えたら、本人に聞いたらやっぱ近くが見えないと、まあ、子供だからそれがわからないんですよね。そうなんですよね、子供にとってはそれが当たり前の光景だから、そう、他のことと比べて見づらいって認識が実はないっていうことがありますかね。ないんですよね、でもそういう、まあ、話をしてる中で、その子は、まあ、その後ちょっと、まあ、そこまで受験に支障はなかったの、ただ近くは見え、あまり見えないって言ってるから、あれだったんですけど、とりあえずそのまま行って、その後メガネかけて今矯正してるんですけど、それがずっと自分の頭の中にあったので、はい、その子がもしやと思ったんですよ。ただ同じ幼稚園のねお子さんがたまたまね、たまたまそう、いて、でもねちょっと前までメガネかけてたんだよって言ったんですよ、その子が。あ、その時はそういえばかけてなかったね。かけてないんです、もうなんかで、え、かけてたのって聞いたら、前はかけてたけど、もう外してるって、嫌な予感して、ね、ここのさマス見えるって見えないあ、だいぶ前からもしかして見えないんじゃないかっていう話で、そういうのもこうね、わざわざうちはそうやって会話は多い方なので、お母さんが来たのでね、いや実はこういうことがあってっていうので、すぐに検査してもらって、やっぱり前よりちょっとひどくなってたらしくて、今また眼鏡かけてるんですけど、でもやっぱりね、そういうのもこう子供についてこう気軽にね、お母さんたちとこう情報交換ね、して分かったことなのでね、やっぱり幼児教室の先生と父兄っていうのはいつも密になっていて、このお母さんは今何を考えてるのかとか、何にお母さんたちはね、何に悩んでるかもわからない状態なんです、今は。なんか不安っていうところもありますからね。そうなんですよ、だから特に今の時期っていうのは、このお母さんは何かを悩んでるんだけど、何を悩んでるんだろうっていうのがすごくわからない、だからそれはそうやってそれぞれのお母さんとコミュニケーションを取るうちに、あ、このお母さんこれが悩みなんだ、じゃあこういうふうにした方がいいわよって指導してあげることによって、親の負担もだいぶ軽くなるっていうことってあるんですよね。そうですよね、毎回ね行って何も喋らず宿題だけもらってくるようじゃだんだん病んでっちゃいますもんね。病んでいくと思いますよ、やっぱり先行きの不安と、まあ、実際本当に私もそういうふうに長男の時はなったので、やっぱりどこ受けてもいいかわからないし、どこがこの子に向いてるかっていうのもわからないし、でも幼児教室のそういう大手の幼児教室の先生って、いや、あなたはここが向いてるからここを受けた方がいいとは絶対言わないんですよ。それは何でだか知ってますか？ちょっと待ってね、あ、断言しないんですよ。責任が伴うから。そうなんです、言ったのに落ちたじゃないってなっちゃうから、だからどっか自分の中ではね、先生としてはもしかして思ってるのかもしれないんですけれども、でもやっぱり親がそういうふうに言う以上、やめたらとは言えないんですよね。ただ私たちの場合は人数もそんなに取ってないので、いつもみんなで輪になっていろんな話をしてるんですよ。そうですね、この学校はこうだとか、この学校はこうだっていう、ある種のだから情報交換の場所にもなってるし、まあ子供を見ればね、今親がどういう状態になってるかっていうのも私もよくわかるのでね、帰りがけにお母さんにちょっとこういうことがあるんだけれども、どうですかってちょっと気をつけてあげててくださいとかね、やっぱりそういうこう先生とお母さんとの間の身近な会話って今一番必要なんですよね。あなたの悩みをじゃあ言ってごらんなさい、聞いてあげますからじゃないんですよ、もう本当に何回も言うように、それすらも親は分かってないんですよ、だから逆にこっちから
言うと、ああそうなんですって、じゃあこういうふうにしてみたらどうですかっていう、そのためにはやっぱりね常に話を聞いてくれる幼児教室っていうことってすごく大切なんですよね。だから年中始まって最初の頃なんか別にそんなこと必要ないんですけど、うんうん、でもそこにずっと在籍してることによって後半になってどん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 ことが複雑になった時に先生とお話ができないっていうのはね、ましてや列で並ばなきゃできないったらそんなにじっくり答えてあげられないですよね、うん、後ろに突っかえたら気遣うしね。そうなんです、うん、だからそこのところはよく見極めないと、その自分がそれこそね、あの年長の受験3ヶ月ぐらいまでを迎えた時にこの先生はどう自分に対してしてくれるかっていう、うんうん、私そこはキーポイントだと思うんですよ。なるほど、うん、分かります。ちゃんと最後までね、はい、責任持ってくれるのかっていうところがね、やっぱり重要かなと、うん、重要かなって、まあ、私たちもそこまでできるかどうかわからないけれども本当に精一杯、そうですね、できることはやりましょう、できることはやってあげるっていう、うん、そのための定員10名ですね。そうなんです、それがもう次のね新年中集めるために一生懸命になったんじゃ、そうですね、年長はかわいそうですよね、うんうん、そこら辺をよく見極めて、うんうん、やっぱり教室選びはした方がいいかなと私は思ってます。そうですね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひ参考にしてみてください。はい、では受験関係のお知らせ順々にいきます。小学校受験ですね、面接特訓コースというものでは、実際の試験を想定した面接の練習を行います。教室の入室から、受け答えまで全て細かく練習をします。もちろん親子面接も対応可能ですので、あの親御様ね、両親とお子様を連れてきていただければ、あの本番を想定した、ね、練習をみっちりとやります。そうですね、もう10月なので、うん、次に始まるのは面接ですね、あの試験前の面接なので、はい、その面接で印象が悪いとなかなかテストで頑張っても入れてくれないっていうケースはあるの で、ね、非常にこの10月にやる面接っていうのは重要だと思います。はい、はい、お困りの方はぜひこちらご利用ください。ただ ね、あの今回は外所と違っていっぺんに何枚も見れるわけじゃないので、そうですね、あの一組ずつやるのでやっぱり限界がありますのでね、はい、ぜひ早めに、そうですね、例年の流れを見てると途中で多分打ち切りになっちゃうかなと思うので、あのそうなんです ね、やっぱり内部生も今ちょっと多いものですから、うんうんうん、なるべく早くあのお申し込みいただければその時間を取りますので、そうですね、はい、しております。はい、よろしくお願いします、はい、またこちらは、まあ、あの二次募集とかね、来年の方向けのご案内になるかもしれませんが、願書クリニックというものでは実際に願書を持ち込んでいただいたりお送りしていただければ、そちらの文言を、オリジナリティを生かした状態で、はい、より、丁寧に添削をするという内容になっております、うん、まあね、今年の受験の方もそれこそ二次募集もありますし、あの各項目は少ないですけど、国立の小学校もね、一応志願理由書く場所ありますからね、 そこに何を書くか、この少ない文字数で何を書くかということが非常に大事になってくると思うので、ぜひご利用ください。はい、はい、小学校受験総合対策講座は年長さんを対象に実施をしております。月4回の授業をベースにとっていただくと、ご希望の方はお預かり授業、絵画工作クラス、願書対策、面接対策を特別料金で利用することができます。はい、ですね、画面に書いてある通り2019年以降も開講予定ですので、ぜひご検討ください。そうですね、今年はこの対策講座を得て、うん、会員になられた方ずいぶんいらっしゃいますよね。そうですね、やっぱり他の教室と併用しながら続けようかなと思ってたけど、ああなんかこんなに違うんだねとか言ってね、変わっていただいた方もいらっしゃいましたね。みんなの話はね、私はなんか好きだからいろいろ聞いてあげるんですけどね。そうですね、そうだからすごくその後会員になられたこと多かったのでね、まあ、まだまだあれなのでぜひご利用ください。はい、あの正規のね、あの年長さんクラスも来年のね、あの新年長さんも受付しておりますね。そうですね、まあ、いろいろと考えてみていただければと思います。はい、メールマガジンも配信しております。新しいコースのご案内やセミナーの情報なども配信してまいります。無料ですのでぜひご登録ください。はい、お待ちしてます。はい、子育て幼児教育相談会は、平日と土曜日に行っております。実際ね、今お話ししていただいている由美先生とマンツーマンでご相談をすることができるという内容になっております。例えば夜7時からとかね、8時とかとか遅い時間でも対応可能ですので、お仕事をお持ちの親御さんでもご利用いただけます。ちょっとのね、本当にそれこそね、ちょっとの疑問でも
ぜひねいらしていただければ解決できると思います、はい、割とこんなこと情報まで言っちゃうのっていうぐらい先生は隠さず言うのでぜひご利用ください。そうですね、別に幼児に限らず、うん、小学生でもいろいろ受け付けておりますのでぜひいらしてください。そうですね、はい、はい、体験授業も受け付けをしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。はい、連絡先03-3390-0750番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、教室では引き続き小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、海外の教育などなどお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、それでは本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。